数々の苦難を乗り越え、ただ一つ戦いの炎を燃やし続けてきた甲府兵長、その唯一の願いは奇跡李天聖を打ち倒すことなのだ。必殺李天聖。トップは少林武術の英雄として全中国に君臨する李天聖を倒すことは南拳の王者としての悲願であり宿命の対決なのである。果たしてその宿命を断ち切ることができるのか。気合もろとも李天聖を打ち砕くことができるのか。国憲法の思いは枯れ草を持ち炎のごとく燃えかかっている。